身長が何大阪大二段自閉症って言われるものなんですけど、首が硬くなるとやっぱ耳に症状が出てきます。腰に、うん、やべえのがいますね。これが詰まりないです。ごさおかんのノーチです。身長が何大阪大二段です。ありがとうございます。視聴者さんがご協力いただけるということでして、はい、3回目のご登場となります塩見さんでございます。ありがとうございます。いや、いつもプレミア公開のチャットでもご協力ありがとうございます。もともと前回出てきた耳鳴りとかね、はい、なんかめまいであれだったんですけど、今回は首が痛いということで、そうです。10月以降何もしてないですよ。そうなんです。何もしてないっていうのはあの仕事してないところじゃないよ。あの体のメンテナンス的なことは何もされてなかった、はい。多忙に多忙を重ね、激務な塩見さんに水玉と対応していこうかなと思います。行ってみましょう。ちょっと下ら辺ですかね。付け根ら辺、はい、付け根ら辺ですね、はい。ちょっと天井を向いてもらっていいですか。もうこれ限界です。限界以上難しいですか。このまあまあ向けてないですね。もう一回ですか。はい、まあまあですね。なんか自分でも目だけ上向いてるなっていうのが分かる。ああ、そうっすね。OK ですね。なんかね、今こうしたらこの辺ピキピキってなりました。あなんか引っかかるっていうか。あ、引っかかってひび割れる感じ、ね、はい。ああ、胸の筋肉も。そうそう、ここ痛いですね。腰はそれもないですかね。これも痛いですか、ね。腰の勝負のちょっと薄い感じ。そうです。まあまあお疲れですね。いやあ、そこすごいですね。ぎっくり腰マジか。ああ、やっぱりそうだったね。なったことないです。あ、ピキッとは来てないですね、今回もね。ピキッとは来てないですけど。ガチガチ。大阪の雪のあれで。そうなんですよ。満員電車で。結構立ちっぱやったんですよね。立ちっぱで、あの身動き取れなくて、途中で背伸びしてる感じ。そんなですね。そうなんです。どれぐらいの時間？30分ぐらい。あ、30分同じ姿勢はちょっときついですね。大阪ってあんまり雪降ることってないです。積もるもないですけど。そうですね。雪のイメージゼロです。あんなに雪の影響で止まるなんて聞いたことないです。あ、へぇー。オイルつけていきます、ね。はい、僕の手冷たいですよ、はい、部屋がね、寒くて今回ね、はい、僕のせいじゃないね。はい、じゃあ実際やっていきます。腰からいきますね、はい、さん買った買ってない。買ったよ。痛くはないです。いや、痛いです。あ、痛いですね。はい、あー、かっちぇっすね。あ、いいよ。あー、動いてないの自分でも分かります。そうっすね、分かるでしょうね、これは、ね、ちょっと上も行きますけど、はい、上の方が、うん、まあ上の方が多分楽ですよね。はい、いや、結構腰だ。いやー、痛い。伝えましたね、背中。あ、痛い。肩がやばいですね。全然動かない。いやー、真っ赤っか。腰が本当にひどいですね。弱めですからね。さっきよりスムーズに動いてるこれは弱めの水玉でございます。あそこが痛いです。ああ、ですよね。真ん中もこれまあまあなゴリゴリしてますけどね。でも塩見さんは普段から水玉は受けられていますので、まあ、水玉はもう初めてじゃありません。はい、ちょっと強めに。はい、やっぱ年末年始はお仕事も忙しかったんですか。忙しかったです。シュウナって何系でしたっけ。コールセンターなんです。あ、そうか、コールセンター通販なんで。通販、はい、確かに年末年始はもうね、みんな買うしね、僕も買ったしね。あー、いや、なんか腰が痛いぞ。痛いですよね、ここね。前よりめまいとかは軽減はしてます。そうですね、ただでも若干詰まってるなっていうのは時々。耳が、そうです、耳の中が閉塞感みたいな。そうですね、聞こえないとかじゃないんですけど、なんか奥に何かいてるなみたいな。
耳鳴りもそんなないですか？疲れてる時とか私は疲れてるとちょっと。そうですね。その辺は、ね、やっていきます。今回のようなね、趣味さんみたいな耳の症状も意外と針強かったりするんですけど、まあ、でもその根本ってやっぱ肉体的な疲労がベースにあるので、それ取らない限りはどんな針してもなかなか効果が出にくいので、先にこの筋肉の凝りと疲労から切っていきます。首の痛みもあるんですけど、耳の自閉、まあ、いわゆる閉塞感、自閉塞と言われるものですけど、それもあるので、まあ、とりあえず首からまずいきましょう。シュレンさん、毛量多いですね。多いですよ、毛量はね、頭皮が見えない。髪の毛の美容室は行きましたけど、切ったのは多分同じぐらい。あ、もう10月。そう、10月ぐらいから。から切ってない、ね。切ってないですね。あ、耳に関してはですね、首のこの側面を椎骨動脈っていう、まあまあ太い動脈が走るんですけど、まあ、それの枝分かれした迷路動脈っていうのが耳の中、まあ、特に内耳なんですけど、内耳を栄養するので、首が悪くなる、首が硬くなるとやっぱ耳に関係する、まあ、音および平衡感覚の症状が出てきます。首の治療をするっていうのはすごいマストな治療です。なかなかね、こう耳鼻咽喉科さんとかだと首の問題とか首の凝りの治療とかやっぱなそもそも専門じゃないからっていうので、結構耳鼻咽喉科さんとね併用すると針治療も功を奏すことは結構多いですね。まあまあ硬いですね。じゃあごめんなさい、ちょっと髪が多すぎてちょっとどこがどこだか今ちょっと分からなくて。いや、いいです、いいです、ごめんなさい、ありがとうございます。ここはちょっとね、耳がだいぶ自閉塞は取れると思います。はい、よし、ちょっと電気つけておきます、ね、はい、先に首からですね。はい、初めて電気とか、あ、初めてでした。初めてです。3回目にして、はい、ちょっと耳のところですね。はい、でも首きつくないです、大丈夫です。はい、大丈夫です、はい。足もまあまあお疲れですので、足にも張りしていきます。耳鳴りにねすごくいいツボがこの太ももにもあるので、そこにもアプローチをしていきますけども、ちょっと短めの針ですね。短めなのかな。はい、短めです。すごく短めです。ちょっとズラッとしますでしょ。はい、あー、ここはーい。うーん、ここに耳鳴りにすごくいいです。まあ、ここは耳鳴りじゃないんですけど、ちょうど趣味さんの彩楽があるんですけど、血流が悪い方に出る彩楽がちょうどそのツボのとこにあるんで、よいしょ。ちょっとここ重いですね。ジュンさん、腰にやべえのがいますね。こんなにいいですか？院長がいますよ、院長が。院長がいます。そして、肩にも院長が。院長が、院長がちょこちょこ。腰もまあまあ弱れてますね。もうちょっと置きます。しめさん、一旦カップ外していきますね。まず右半身から、おしょっぱなからいいのが出ました。これはちょっと何回か詰めてやりたいですね。一回でやるやつじゃないっすね。さあ、皆さん、行きますよ。赤。左半身ですね。ここも結構いい色でしたね。腰は結構きてますね。最後に、いいのが来ました。最後、
カカーン。いやタオルでオイル拭きますね。もうこの時点ですけど柔らかくはなってますね。一旦針外します、ね。はい。これ痛いです腰今。若干。はい。右も痛いです。あ、右の方が痛いです。右の方が痛いですね。はい、この腰はね、正直まあまあですよ。ぎっくり腰ようなっとらんなみたいな。へえ。ぎっくり腰ってなんでなるんですかね。もう要は硬くなりすぎてです、ね、あ、負担がかかりすぎて、運動会のお父さんのアキレス腱現象と同じです。ああ。普段動いてないくせに急に動かそうとしてぎくってなるか。もう毎日疲労を溜めてよいしょってした瞬間に切れるから。あだいぶ疲労中ですね。ちょっと天井向いてみてもらって。あ、すごい、まあ、痛みとかはないです、はい、ないです、はい、耳はどうです、詰まってる感じ。でも減ってます。減ってはいます。はい、右でしたっけ、左です。左まだ残ってる感じはありますけど、あ、でも、うん、そうですね、さっきよりはでも減ってます。あ、さっきよりは減ってます。はい、あ、ちょっとズマーンってきますね。あー、左は近くですか、ね、左めちゃくちゃ響いてました。左側は嫌な感じになるんですか。はい、大丈夫です。あれってどうなんですか、あれ何時間ぐらい対応してるんですか。フルタイムなんで8時間ですけど、なってない時もなんか何やかんやしてるんで、ずっとマウスとキーボードの友達ですね。で、印鑑してるんで両手空いてるんで、あ、だからなんですよ、ですね、はい、なおさら動けるみたいな、ね、そうなんですね。一回針取りますね。股関節が結構外側に開いてきてるんで、あ、内側にって意識はちょっと、はい、持たれた方がいいですね。つま先を内側に向けるみたいなイメージではあるんですけど、厳密に言うとこの今足を内側にねじる、はいはいはい、内ももの筋肉に常に力を入れた状態を意識するっていうのを引き上げた方が腰に負担がだいぶかかりませんので、よし、じゃあ一回やってみましょう。耳どうですか、ちなみに。あ、今、詰まりないです。詰まりない、本当に。いや、本当です、本当です。本当コメント、なんか、気づいたらなくなってました。まあ、忘れるぐらいがね、ちょうどいいですから、はい、あ、でも、だいぶ立てますね。天井向いてみましょうか。はい、おおおお、痛くはないですか、はい、大丈夫、はい、大丈夫、まあ、首の問題というよりやっぱ背中と腰がもう硬すぎて、あ、動かせに見えなかったので、できればやっぱ小座をこう立てる、うん、寝かす、立てる、横の耳だけやっぱ仕事中も維持してあげてください。わかりました。やっぱ一番こう同じ姿勢をしとくのが我々一番苦手なので、うん、はい、やっぱり逆にこまめに動かすと、はい、あったら水分を取る、ね、特に耳鳴り、耳系の疾患ってやっぱ水の関係がすごい高いので、ね、はい、とにかくでも水の流れが悪くなると耳が悪くなるというのがありますので、ぜひ皆さん耳鳴り、まあ、めまい、あとはまあ今回の自閉塞みたいなね、あれば水分しっかり取らなきゃっていうのを意識してやっていただければと思います。本日は以上になります。ありがとうございました。今後までですね、施術動画をしていきます。で、全国の出張患者情報もですね、公式 LINE で配信しますので、ぜひよろしければ説明欄チェックしてみてください。ということで、次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。でもどうなんですか、ちょっとあのコロスケ緩和されてちょっと通販需要が減ったり。いや、でもね、月によると思います。年明けはだいぶ落ち着いてるんですけど、あ、そうす、ね、年末はあのサンタさん、あ、大人のサンタさんが、サンタさんっていうのは段ボール、そうです。年末年始はもうね、みんな買うし、僕も買ったしね。何買われたんですか。僕はね、図書カード。
一番いいですね。本はね、はい、人生においてもすごく大切なので。そうですよね。そこで漫画を買うかね、買わん、ね、本を買うかはもう、そうですね、子供たちの選択次第ですけど。そうですね。